5番です。下の図1、図2について、次の各問いに答えなさい。ただし、円周率は π とすると。1番、えー、図1の9の半径は3センチである。この9の体積を求めなさいという問題になってますけど、まず基本の問題として、9の問題が出てきていますから、9の問題っていうのはですね、表面積と体積を覚えておけば簡単に解くことができます。表面積の方は、こちらは、 心肺 R の2乗体積の方は身の上に心配 R の3乗これで覚えとけば表面積体積は簡単に出すことができます図1の9の半径が 3cm であるこの9の体積を求めなさいですから今回はこちらの公式を使えばいいということですねでは1番の問題解いていきましょう体積 V は 3分の4 π かける3の3乗というふうになりました。で、これ3の3乗なんですけども、下に3が1個ありますから、結果的には4 π かける3の2乗、約分したらこうなりますね。サザン学、区市36ですから、36π 立方センチ。これで1番の問題はあっという間に終わりです。必ず9の公式は出題されますから、 この公式はちゃんと覚えておくようにしておきましょうでは1番は 36πcm と答えが出てきました続けては2番の問題を解いていくんですけども図2のように辺 BC の長さが 3cm の長方形 ABCD があるこの長方形を直,径直線 AB を軸として回転させてできる立体の表面積が 1> 図1の9の表面積と等しくなったということですからまずですね書き込みをしてあげないといけないんですがこの1回転する時にはこの回転の軸じゃないところにある点の真反対を単純に作ってあげますそして軸の上にない点をただ単につなげてあげるとあっという間にどんな図形ができるかは確認することができます さあこちらなんですけれども半径は 3cm と分かっているんですが今回高さが知りたいとこ DC の長さを求めなさいですからじゃあこちらを H と名前を付けておきたいと思いますでこの表面積と左側の Q の表面積が同じになるということですから Q の方の表面積からまずは求めていきましょう Q の表面積を求める公式は 心配 r の2乗なのでまずはこちらを求めます。9の表面積は 4π×3 の2乗。サザンがくし36ですから 36π 平方センチ。これがまず9の表面積ということになりました。続けてこの円柱の方ですね。えー、この円柱の表面積も求めていきますが。 え円柱の場合は表面積を求めるってなると展開してあげるとこのような形になりますじゃあこの形でここの半径が3ですねえそしてこちらの高さが H になっていますけれどもえこの表面積を求めるためにまず必要なのがこの部分ですねえこの部分 これを側面積って言います。この部分のことを通常側面積と言いますけど、側面積は底面の外周×高さで通常を求めることができます。これは中の時の表面積の求め方の基本ということになりますね。で、このここからここまでの長さというのは、この底面の外周と同じになりますから、円の周りの長さは 2πr なので、 とというふうふに出すことができますえまずこの部分の底面積は3の2乗の π これが上と下に2つあって側面積の方は 6π×h ですね。ということで、えー、中の方の表面積は3の2乗 π が上と下に2つと 6πh というふうになりましたさあ今回の問題はこの表面積とこの球の表面積が同じになるということですからあとは方程式を作ってあげて問題を解くだけですさあでは解いていきましょう両方に π がすべての項に π がついてますねですからまずは π を取ってあげます 36= イコールサザン学に18プ 18+ の 6h6h は18なので h 高さは3というふうに出てきました。ということで今回の2番の回答の方は3センチで出来上がりです。